どういうことだ。ああ、やっと起きたか。しかも人間語を話せるらしい。バケツのションベンに映る自分以外とは話ができないかと思ってたよ。ここはどこだ。アルバトロス号の上だ。奴らの異国語ではファクバトールだ。オフィルに向かってる。俺は船乗りになった覚えはないぞ。そりゃそうだ。奴らが乗せたんだ。あんたは王子を殺したらしいぞ。下水道のカエルか。クソ。だがあの場で殺されずに済んだだけ幸運と思うべきか。それは考え方次第だ。俺はオフィル語を少し知ってるんだ。奴らは任務できたと話していた。王子の呪いを解くために王に派遣されたらしい。奴らは王子を無事に連れ帰ることに自分と5世代前までの一族の名誉をかけてやがる。俺はその王子を殺したと。じゃあ王子殺しの犯人を連れ帰り、王の裁きを受けさせれば名誉を守れるってことだろうな。で、お前は何者だ。フェリッペ・カラグランデだ。お見知りおきよ。泥棒であり、盗品売買のプロであり、暇な時はオクセンフルトの案内もする。なぜここに。お前も王子を狙ってたのか。どうもそいつの死に関与したと思われてるらしい。俺は奴らの案内人だった。下水道に連れて行ったが、あんたが王子の花を咲いた後だった。すまないな。あんたのせいじゃない。アルケミー委員でおとなしくグエントをしてりゃよかったのさ。オクセンフルトをよく知ってるなんて自慢しなきゃよかったよ。海に出て長いのか。はっきりはわからん。それほど長くないと思うが、しかしそれが重要なのか。ああ、首吊り台に連れて行かれてるなら船旅は長い方がいい。俺はお昼行きが嬉しいよ。あそこには黒い島のある野生の白馬がいるそうだ。昔から見たかったんだ。白い島のある黒い馬じゃないのか。白い島のある黒い馬がいるのはサングウェバリだ。間違いない。医師で赤い髪の若い女がいたはずだ。彼女も捕まったのか。そんな女を見た覚えはない。あんただけだった。よかった、逃げ切ったんだな。家に帰れたならいいが。脱走は試したか。あらゆる手を使ったがダメだった。俺のオフィルムは古臭いのかもな。俺は全く喋れんぞ。最低でも一月は海にいる。その間に少し教えてやるよ。エカール、オフィオレ。なんだって。黙れと言われた。誤解があったんだ。船長と話せるか。ヘルカルスケル、ガラフィスカルアルバタアゲル。黙れ犬め。王子を殺した罰を受けてもらうぞ。ギリアンバル、カルペルセネア。俺が君のならとっくに殺してる。復讐を果たすのは我々じゃない。あなたは王だ。名誉にかけて船長に合わせろとはどういうんだ。バルス、アルゲ、ウル、エグラス。何？エルコール。バルス。バルス、アルケ、ウル、エグラス。エルコール。インカル、アブル、イケル、ウル、ラブル、アウル、ビタル。どうしたんだ。彼は何と言った。静かにしてると2週間以内に死刑らしい。クソ。放っておけ。あの連中と話しても無駄だ。怒ったぼやけしか帰ってこない。しかも膨れつらで。気づいたか。魚みたいだ。ほら、なんて言ったか。共通言語を話す者はいないのか。ある傭兵がいる。エイダーン人みたいだな。下水道への案内役に俺を雇ったやつだ。それと奴らを率いる魔術師が話してるのも聞いた。だがどちらもあんたと話すとは思えない。俺があんたなら喋るのをやめて一眠りするさ。長い船旅になるんだ。寝てる場合じゃない。この船で意思疎通ができる誰かを見つけなくては。やあゲラルト、俺を覚えてるか。覚えてるんだ。ホワイトウォーチャーと出会った。
前は。ゴウンター王子、鏡の達人とも呼ばれる。イェネファーの捜索を手伝った。また会ったな。そしてまた助けが必要らしい。講習台が待ってるんだろう。その前にこの残飯に殺されなければな。まだ口にしていない。うん、まずそうだ。お前の状況と同じように、なんなら俺がここから脱出させてやってもいいぞ。なぜならお前は船を降りたい。違うか。ああそうだ。だがお前は一体。予想もつかないような存在さ。ゲラルト、手を貸す。だがその前にそちらも手を貸すと誓ってもらおう。なるほど、それが交換条件ってわけか。その通り。俺は商人だからな。それで俺に手を貸してほしいか。ああ。よし。ことが終わったらヤントラ村近くの柳の下の十字路で真夜中に待ち合わせをしよう。あと渡しておくものがある。俺を思い出せるように。今のは何だ。我々の協力関係を示す印だ。誰と喋ってる。いや、誰とも。船は昔から大の苦手だ。このひどい揺れが胃をムカムカさせる。ぐっすり眠れたら最高だったのに。嵐は想定しなかった。その場合お礼の霊気は跳ね上がるぞ。オフィルに無事届けろ。王が報酬をたくさんくれるだろう。オリはどうする。絶対に奴を王に届けろ。それが私の使命、名誉。あいつの首を王に届けるだけではダメか。もう一人と同じように。もう一人は溺れ死、殺さず殺せる。それは何だ。王の裁きが奴にもたらす地獄を。どんな人だ。ああ、タワハイ、四つ咲きだ。
来ると思ったよ。お前は預言者か？俺が誰であろうと関係ない。お前は俺のおかげで逃げられた。前に俺はイェネファーを探すのに手を貸した。俺に借りがあるってもんだろ。お前がくれた贈り物のおかげで思い出せたよ。それが目的だ。ちなみに腐り切った悪党ですら恩義に報いなければ気が咎めることはとても興味深い事実だと思っている。人間、エルフ、ドワーフ、すべての種族がそうだ。それをぜひ説明してほしい。いつから。とりあえず今は教えてくれ。オフィル人にどう対処した。お前は忽然と現れ、同じように不思議に姿を消し、嵐を呼び寄せた。魔術師なのか？なんだと？ありえん。魔法は大嫌い。子供じみたまやかしに面白みはない。俺を魅了するのは真実、すなわち本物の人間の生き様だ。ちょうどこれから俺がお前に話す内容のように。ある最悪な男、石のように冷たい心を持つソヤで卑劣な男についての話だ。そいつは負債の返済を拒んでいる。どうしてそんな話に俺が興味を持つと思う？やつはお前をも欺いた。名はオルギエルド・フォン・エベレン。俺があの男と会ったことをなぜ知ってる？おまけにその関係まで。おいおい、ゲラルト。俺はお前がオフィル人に捕らえられたことを知っていた。なら当然だろ。オルギエルド・フォン・エベレックは故意に悪事を企み、治療できたかもしれない男を何も知らないお前に殺させた。俺がいなければお前の首は飛んでいただろう。奴がそうした理由がわかるか？人の皮をかぶった堕落した化け物であり、他者の痛みや苦しみを餌にするからだ。あの男が嫌いなんだ。何をされたんだ？奴と契約を交わした。奴の望みを叶えるために俺が様々な才能と人脈を必要とした契約だ。そして今返済の時が来た。だが奴は義務を怠っている。俺に負債を回収させたいのか？傭兵じゃないぞ。誰でもできる力仕事ってわけじゃない。お前のように理性的かつ賢明な精神、恐れを知らぬ人間が必要なのだ。お世辞がうまいな。俺は旅商人だからな。言う通りにした方がいいぞ。俺の商品の中には面白いものもたくさんあるんだ。例えば？そうだな、永遠に腹が減らないようにしてやろう。食べ物も飲み物もいらなくなる。だがウィッチャーなら武器がお望みかな。夢にしか出てこなかったようなものを提供できるぞ。あとは誰よりも体を身軽にしてやったり、イカズチよりも速い思考力でもいい。どんな女でも虜にする魅力がいいか。だが何よりも選ばれし者しか味わえない偉大な冒険の機会を与えてやれる。随分と気前がいい話だな。それなのに俺はたった一度お前に手を貸すだけでいいのか？たった一度だけだ。オルギエルドのために何をした？脱獄させてやったのか？ある意味そうだ。あの日をよく覚えている。雨は弱かったが、寒さが体に突き刺さる日だった。オルギエルドは夜明けに現れた。痩せ衰え、虫食いのシャツを着て、剣以外には何も持っていなかった。目も当てられない姿だったよ。奴は助けを求め、俺は助けた。俺はあの男を立派な金持ちにしてやった。やつの今の地位は俺のおかげなんだ。なのに後になってやつは裏切り、俺を避けた。返済を頼むと俺を追い払い、猟犬をけしかけてきたことすらあったよ。俺は契約の条項を行使せざるを得なくなった。そこにお前が現れたわけだ。彼の負債はいくらだ？紳士は金の話などしない。手を汚してほしいなら詳細を知りたい。いくらだ？
100万クラウンか200万か。別に俺は氷菓子ってわけじゃない。オルギエルドは金なんかじゃなく彼にとってもっと個人的なものを借りたんだ。残念だが彼のプライバシーを尊重するためこれ以上は言えない。お前はどうなんだ。いろんな才能の持ち主なら一人で十分じゃないのか。そう、まさにそこだよ。契約では俺が取り分をいただく前にフォン・エベレックの3つの願いを満たさねばならない。だが俺ではそれらの願いを満たすことはできん。代わりにまあなんというか代理人がいるわけだ。俺を利用するわけか。信用できる誰かじゃないとな。俺の直感がお前以上のものはいないと告げている。それで何をしてほしいんだ。まずは一緒にフォン・エベレックを訪問してくれ。その後はまあ臨機応変にやる。ただ何もかもうまくいく予感がしてるんだ。全てが終わったら俺たち3人は再会し、3人で共有した旅路に感謝する。具体的な話をしてくれ。オルギエルドには3つの願いだか要求だかがあったはずだ。そうだ、奴は3つのものを要求するだろう。だが会うまではそれが何なのかわからない。わかった、一緒に会いに行く。だが約束はできない。頼みはそれだけだ。ならさっさと印を消せ。もちろん、役目を果たしてくれたらな。行け、後悔はすまい。向こうで会おう。俺は道中野暮用がある。別の契約か？かもな。